トーレス、裏を狙っていきます。フリーだ、シュート、ここは大きくクリア。危ないシーンでした。ヘクトル・エレーラ、ミドル、しのぐ、まあ、クリアは精一杯ですよね。アレックス・テリス、このパス回し、チャンス、シュート、来た、先制、先制に成功。素晴らしいワンツーからのゴールでしたね。 DL ブルーホワイト、そうですね、まあ、このワンツー出して受けての関係性、これは素晴らしかったですよね。早くも1点先制と幸先いいですね。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね。先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね。立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。右が上がっていく、ここは競り勝ちます。コロナ、ルベン・ネベス、ここ勝負ですね。裏へ届くか、勝負ですね。どうだ、どうだ、シュート、追加点、立て続けに得点が決まります。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。なるほど、さらに1点を追加し2対0としています。ホーム側としてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。コロナ、バレラ、アレックス・テリス、ヘクトル・エレーラ、ペレイラ、うまく詰められましたからね。バレラ、細かいパス回し、ここは競り勝ちます。ペレイラ、裏のスペースを狙う、狙う、ペレイラ、柔らかいボール、打つか、シュート、セナ、セドリック・ソアレス、セドリック・ソアレスから縦へ長いボール、ロングフィードで狙う、ヘクトル・エレーラ、トーレス、縦へのボール、バレラ、アレックス・テリス、トーレス、ヘクトル・エレーラ、勝負できますよ。収まった、フリーだ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。バレラ、トーレス、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。コロナ、
方を走らせる。一旦クリアで落ちる。そして今前半終了の笛が吹かれました。さて北澤さん、前半の印象をお聞かせください。ホーム側としては先制の勢いのまま2点目も叩き込んだという感じでしょうね、はい、後半もそういった流れに乗った攻撃を見せることができれば、さらに試合を優位に運べるでしょうね。なるほど。 DL ブルーホワイト2点を先取して折り返します。さあご覧のように後半スタートしています。セドリック・ソアレス、このスルーパスは通りません。ヘクトル・エレーラ、トーレス、ヘクトル・エレーラ、エレイラ、トーレス、バレラ、ここは競り勝ちます。アンプシャーレッドはここでファールがありました。ヘクトル・エレーラ、ここは通しません。スティーブン・デイビス、長い縦へのボール、ハンプシャーレッドとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取っているんですよね。なるほど。その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択しているんですよね。ここでファールをもらいます。アンプシャーレッド、さあフリーキックのチャンス。シュート、跳ね返される。ここクリアで難を逃れます。ペレイラ、サイドのスペースへ走らせる。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ホーム側としては無理に行く必要はないんですよね、しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。なるほど。前線へ大きなフィードです。再びスローインです。アンプシャーレッド、先ほどから前線の両サイドが外に開いているように見えますが、北澤さん、この意図はどういうものなんでしょうか。タッチラインまで相手ディフェンダーを引っ張って選手間の距離を広げることで中央にスペースができやすくなりますからね、そこに2列目以降の選手を飛び込ませる意図じゃないでしょうかね。なるほど。コーナーキックです。この試合初めてのコーナーキック。サイドを縦に走らせます。上げてくる。これはファールでしょう。スティーブン・デイビス、今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。そうですね、まだ時間があるので次がないように慎重に行かなければいけませんよね。まだありますね、チャンス。ダニーロ・ペレイラ、裏に味方を走らせる。いい展開ですね。シュート、合いません。
いボール縦へ、ヘイビアン、バレラ、サイドのスペースを使います、上げる、コロナ、この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね、今日は点を取ってますし、シュートもたくさん打ってますから、マークされるのも分かりますよね。さあ残り15分、セドリック・ソアレス、サイドを走る、抜けるか、大きく縦へ、長いボールを送ります、エレイラ、ルベン・ネベス、エレイラ、コロナ、ここで前を向けるか、サイドを使う、いいボールでしょう、このボールをカットします、長いボール縦へ、ソフィアヌ・ブファル、DL ブルーホワイト、ここは時間を使います、ルベン・ネベス、バレラ、ロング、バレラ、サイドへ、クロスを選択、ルーズになる、トーレス、ロドリゲス、ダイク、セドリック・ソアレス、ロン、この柔らかいパス、さあ笛が鳴りました。